そうだ、ジャンプできるようになったからさ、柵を飛び越せられるようになったのでは？確かコレクターみたいなやついたよね。おお、ジャンプできる、いいやん。スーパーボール発見。はい、おお、おお、飛び越して、さあ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 、うん、いいやん。ある程度の段差もいけそうやね。コライドに乗ってる状態でレッツゴーもできる。オッケーオッケー。こっちじゃね？これ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 。ニンニン。これクレーだ。これこれ。オッケー。ああ、この高いところにあるのは、いけるのかな？いや、快適快適。いいじゃんね。一回ここの上に乗れない。乗れそう。一瞬乗った。ダメか。あ、乗った。一瞬乗れるけど高さが足りない。よっ。いけるいけそうなんだけどな。いけるってうん。こっからそこに乗れるのであればいけそうなのにな。いったはい、スーパーボールか。マジでギリギリの戦いしてやがる。ネモの家の中とか入ったことないんだけど、入れんかな。ネモのパパとママなのでは。パチ率めっちゃラッキーじゃん。あはは、卵スリスリしてる、かわいいね。こんにちはこんにちは、ネモパパ。森ってどこから来るのでしょう。ポケモンくらい不思議でございます。こういうカーペットから来るんだよ。あいにくですが、家主は留守にしております。あ、メイドさん、そうなんだ。あ、ヌメルゴン、ヌメヌメ、とかガブリアスのやつ。いける、いけないんだ。あれ、月光画じゃない、違うかな。ピカソみたいだな。家広、あ、掃除終わった、パーフェクトです。ちょっとなんかゴッホっぽいな。タイトル兄弟愛、なんだか味がある。あー、メイドさんが住んでるんだ。4人もいるな。どこそうですか。コライドンさ、タイヤみたいなのがあるのにもかかわらず、のっしのっしなのな。あれなんだろう、キラキラしてる。行ってみるべし、見るべし。こんな段差も登れないのか、コライドン。よし。こっち行ける？うわ、行けなさそう。あれ、なに？コライドン。マップ開いて。これかな？てか、コライドンって泳げんの？ダメか。こっちから行けるか。すごい高いところからジャンプとかしても大丈夫なのかな？あ、大丈夫だ。落下ダメージない？エイペックスでしょ？あ、これくれー。はい。よ、これなーに？
これ何？結晶。パルディア地方ではいろんな場所で光り輝く結晶が見つかります。結晶を調べると強力なテラスタルポケモンと戦うテラレイドバトルに挑戦できます。テラレイドバトルは他のトレーナーと一緒に強力なテラスタルポケモンと戦います。インターネット通信がオフラインだと近くのお友達と、オンラインだと遠くのお友達と共闘できます。テラレイドバトルは珍しいテラスタイプのテラスタルポケモンが相手になります。みんなで協力して倒すことでテラスタルポケモンを捕まえたり特別な道具を手に入れられます。なるほど、スリーパーやなこれ。草タイプのスリーパーってことこれ。選ぶ。へえ。一人で挑戦、一回やってみるか。サポートしてくれるトレーナーが参加します。なるほどね。オフラインだと勝手に NPC が戦ってくれるんやね。お。おお。お。うわ、なんかみんな知らんポケモン持ってる。テラレイドバトルは制限時間内に相手のテラスタルポケモンを倒す必要があります。戦闘中は自分のポケモンが倒れても時間が経てば復活しますが、制限時間が減ってしまうので注意しましょう。うん。テラレイドバトルでは応援という特殊な行動ができるようになります。応援によって味方全員の能力を上昇させたり回復したりできます。1回の戦闘で3回まで使える。ほい。あ、戦う。翼で撃つ。待って。テラスタル。ああ、チャージが足りない。あ、オッケーオッケー。いけいけ、ガッチャン。お、この時間経過ともう体力のなくなり具合だったら全然余裕そうだけど、いいね。ガッチャンに当たらなかった、ナイス。応援、いけいけ、どんどん元気どんどんで味方全員を元気つけた。いけいけー、みんなネットル翼で撃つ、イエーイ。火星のスリープは倒れた。え、倒しちゃってよかったの。捕まえる、モンスターボール。ここで捕まえるかどうかが出るんだよね。いけ、モンスターボール。なんかキラキラしている。おお、テラスタルボールだ。おお、意外と早い。え、めっちゃいろいろ手に入れたんだけど。スリープを捕まえた。なるほどね。これでいろんなタイプ技加味して有利な属性で戦えるポケモンをゲットするわけだね。もう本当だ、草タイプだ、テラスタイプ。へえー。でもまあ草タイプの技を持っていないので。今のところは特に意味なしこちゃんかな。なるほどんな。空飛んでどっか行くか。集合なとか言われてたけど別に集合もしなくて良さそうだしこれ常に北が上であってほしいな。わかんねえな。これが何なんだろうな。これが大量発生なのかな。でも波乗り覚えてないしな。ああ、これが主。あ、これさっき教えてもらったやつじゃない？ボールジム。あ、でも、ジムはみんな同じ形なんだ。なるほどね。じゃあ今持ってる
ポケモンに対して有利なジムに行くんでもいいのかな。いいやん、セルクジムとか行ってみる。セルクジム行ってみるか。お、これじゃん。その場所にはアイコンのポケモンがいるかもしれないので見かけたら挑んでみましょう。うん。お、から向こう行けるので、うわー、行けない、行きたい。あ、めっちゃ落ちる、あ、めっちゃ落ちる、無傷。アシストパワー、うん、いけそうなんだよな。うん、頑張れ頑張れ頑張れ、よし横着しない方がいいな。登れそうじゃない、ここ。渡れそうじゃない、一番高いところから。いける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 いけてたやん、いけてたやん、もっとグイグイグイってしなきゃ。これこれこれ、ちょっとラグ、あ、来たー。これくれ？あ、これくれじゃない、これ。待って、闇カラスなんだ。死ぬ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 、それは死ぬ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 。ちょ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 。ごめんごめんごめん。闇カラスだ。闇カラスだったら、パモかな？弁当にする。やるぞ。えい！え、待って、レベル19なんだけど。え、ここ強いところか。いっ、ちょっ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、傷がすり結構いっぱいある。ごめんね、パモ。急にレベル高い。あ、ステータス戻した。あ、でも麻痺は治んないんだね。いけ、いいよ。これでもう一度電気ショック。いけ、いいよ。モンスターボールでいけるかな。大丈夫大丈夫、さすがに無理か。スーパーボールぐらいになってくるか、レベル20とかになってくると。ああ、そうなんだ、痛い。スーパーボール投げてみるか。麻痺でこの体力だったらいけるだろう。何、絶対次で捕まえる。パモ、頑張れ。やばい。パモ。しかも急所。闇カラス好きなんよな。ダメだ。ダメかな。スーパーボールなくなっちゃうかな。闇カラスで。よし、来たー。こ、強いんだ。あ、もう、ごめんね。めっちゃレベル上がる。急に一番レベル高いのゲットしちゃった。悪飛行。夜の姿を見かけると不吉なことが起きると信じられ、忌み嫌われているポケモン。バランス崩れそうだから、送っとくわ。これ何？トカゲ？闇ラミ？あ、違う、なんだこれ。エレズン、電気っぽいな。レベル23なんだが。大丈夫、この辺強いんだ。
いけばも下からドン。ねえ、これほっぺスリスリどうなんだろう。そえ、いった。このタイプのポケモン欲しいよな。全然ダメや。投げてみるかとりあえず。いけ。おおおお、意外といける。電気毒。汚れた水を飲んでも平気。体内の器官で自分には無害の毒液にろ過すると。強いやん。あっ、土の子おるって。うれい。ストライクもいたんだが。ストライクいるんですけど。もうこっちって土？水の波動。大丈夫、痛くないそんなの。違うんだ。もうこっちって何タイプ？もう全然効かんやん。レベル差がえぐい。防御格下がりはえぐいな。奮い立てとくか。えぐいかもそれ。え、強くない？強くないそれ。多分ガッちゃん次死ぬで。まずい。残っち強え。やばい。威力ガンガン上がるからな。転がるを使えば使うほど。あ、急効果抜群だな。効果抜群だけどレベル差がありすぎてまずいですね。見切ってもうて、転がるを終わらせてもらって、でもう一度二度蹴り。痛いって。くっ、しんどいって。怖っ。いい傷薬で耐えて戻って。なんだなんだ、あの右側で浮いてるやつ、なんだあれ。変なポケモンいっぱいいる。やばい。それ見切って戻って。もうこっち強い。これはぜひ欲しい。いいよ、これなら大丈夫。強くない？あ、いいよ。これでモンスターボール投げるか、スーパーボール投げるか。いけ、スーパーボール。のこっち、土壌もいます。土壌も見てます。ナイス。で待って、うちのパーティーどんどん強くなる。暗い場所に迷路を作る。誰かに見られると尻尾で地面を掘って逃げようとする。土の子だよな。土ヘビポケモン。おにゃー、ノーマルなんだ。ちょっと一旦ここ強すぎるから。ちょっと一旦ポケ戦行こうぜ。ズザザザズザザザズザザザゾゾ。よし、ハイパーボール手に入れた。いや、よく頑張りましたね皆さん。頑張った頑張った、えらいえらい。あっち強いんか。行くだけ行ってみる。奥に、奥どうなってるのか知りたいよね。この
からジャンプでいける。よしよしよし。あーやばい、パモの進化系いるな。多分あれパモの進化系だな。ここでレッツゴーしたら、あ、ピッピ人形。ここでレッツゴーしたら、ポケモン、やられて帰ってきたから、あ、闇カラス。よく当たる。あ、でも、ハマムシはまだいるな。スーパーホール、いいよ。なくなってしまったスーパーボールの補充をし、お、敷地かね。シンボロインカウントだから別にポケモンと遭遇しなくてもいろんなところに行けちゃうのがなかなかあれだね。お、ロバおる。お、ゾウもいる。こんにちは。うわ。はあ、いいのだろうか。いいのだろうか。パラミンゴ、パモモ、パモ、パモモ、エレスンと交換し、ノコッチを先頭にしてこいつと戦ってみるか。えい、かわいいゾウさん、ゴマゾウ、原始の力、あれ？え？怠けるな。え？あ！まさかトレーナーとしてのレベルが足りない。でもゴマゾウレベル16なんだけど。あ、この子も転がるだ。転がるにしたらさ、あんなんよな。モンスターボール投げ終わった後に転がるで倒されちゃう説ある？さあ、どっちが止まるか。うわっ、怠けやがった。まずいまずい。ここでスーパーボール投げちゃうもんね。えい、どうや、さすがに無理か。かわいいね。あは、残っち、転がるが止められない。交換しちゃったしな。エレスンかわいいね。ほっぺスイスイ。あー、やっぱそうなんだ。死ぬんちゃうこれ。さすがに。逃げ。あ、地面タイプかこいつ。まずいです。いた、バタ。あ、弱。さよならエルズ。せっかく強いポケモン、せっかく強いポケモンに交代したのに、転がるの餌食になっている。え、ガッチャンの水鉄砲。あ、水の波動か。強いって、なんで外さないの。やばくない？外さなさすぎでしょ。転がるって、転がれば転がるほど威力は上がるけど命中率が下がるんじゃないの。うら、あー、さすがにね。いや、強かった。うら、あと一回いけるかな。無理か。強くないこのゴマゾウ。なんでそんな強いの。いけ、スーパーボール、頼むよ頼むよ。よし、よかった。長鼻ポケモン、川辺に巣穴を作り暮らす。泥遊びした後は体を洗わないと落ち着かないのだ。かわいい。
愛いゴマゾウ。このまま先行くか。ポケモンだいぶ禁止だけど、まあそのうちポケセンあるだろう。いるな、これくれいるな。チルッとはいるんですけど、まあ今度にしよう。今はなんかこう空を飛ぶで拠点にできるところを探したいと言いつつ、下に行っても大丈夫そうなので降りるか。いや大丈夫そうではないか。一回降りるか。よっ、よいしょー。これくれゲットして、上に戻るってできない？これ、あー、うわ、なんだこいつ、初めて見る、ツバメみたいだな。エレズンなら倒せるかな。いけ、でも言うこと聞かないんだわこいつ。カイデン痛いよね。よしよしよし。でジタバタ、え、電気タイプなのこいつ。飛行電気強くない？いいやん。モンスターボールでいける？お、いけるやん。電気飛行、へえ。翼の骨は風を受けると電気を作る。海に飛び込み獲物を感電させて捕らえる。へえ。じゃあ飛行タイプが恐れる電気タイプの技は効かないと。いるなあ。あ、シェルダーいるんだけど、シェルダーいる。いえ、やっぱ貝だから後ろに進んでいくんやね。シェルダーよな。氷タイプパルシェン。シェルダーの時はまだ水タイプしかないんだっけ。お、こんにちはチルットさん、こんにちは。かわいいね。そう、戻れなくなっちゃったからしょうがないから空を飛ぶで帰るか。でもこの調子で、あーそっか、やっぱジムリーダーでポケモンバッジゲットしていかないとポケモンが言うこと聞いてくれないんだよな。しょうがねえな、ジムバッジ取りに行くか。しゃーなしな。ジムバッジを取りに行くんだったらこっちからの方がいいとか言ってたよな。これか、しゃーなしでネモの言うこと聞く感じになってんな。腑に落ちねえなあ。ポケモンジムにも挑戦するし、スパイスもゲットするしみたいな感じなんでしょう。登れんの？え、登れる。え、こわえ、こわ、アイテムがある。あ、ここではコライドンには登れない。登上まで登り戻ります。あ、も戻り、はいよし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 ここね、オッケーオッケーオッケー。危な、エレキボール、なるほどね。あー、なるほどねスマホロトムが守ってくれんねや。え、パチリスにも大きいパチリスとちっちゃいパチリス、あ、気になる。
同じポケモンでも大きい子や小さい子がいるの知ってる？うちのパシリさんたち見比べると分かりやすいわ。私は見るだけでとっても厳密にポケモンの大きさが分かるのよ。教えて。じゃあガッチャンで。あなたのガッチャンはザ標準平均的なサイズでオーソドックスな魅力があるわ。ルリリはちっちゃいんちゃうん。普通の子よりちょっぴり小さめ。そうなんだ。なんか早いところサンドイッチを作りたいんだが。こっちから行きますか。お、おとろおとろおとろと。あ、もしもし、私ネモネモ。これからはスマホでお互いの近況を知らせ合おうよ。メンバーがここの西側から飛び立つことにしたんだね。こっちだったらセルクルタウンが近いよ。虫タイプのジムあるからジムリーダーに挑めるね。もいもいならきっと勝てる。頑張って。また連絡する。ありがとう。そう、オープンワールドなのに、くしくも、定められたルートを辿っている気がする。悔しい。あ、まさか、キャンプし、メリープいるんだけど。こんにちは。ピクニック。イーブイタン。違う、イーブイに話しかけたんちゃうねん。イーブイ会で、バッグに食材詰めすぎちゃった。お裾分けしてあげるね。ありがとうございます。はい、うわ、めっちゃもらったやな。外で食べるサンドイッチは最高よ。まだもらえるの。お裾分けで作ってみてね。一緒にピクニックしてちょっと休憩してったらします。てんてんててて、んなになに。あなたもポケモンも、あなたもポケモンも元気になったわね。何？ピクニックって何？ピクニックをするみたいな選択肢があるんですか？ありますね。ありますね。ピクニック。おお。ピクニック。手持ちのポケモンたちとピクニックができます。ユニオンサークルを組んでる友達がいるときはお友達と一緒にピクニックができます。街の中や狭い場所、急な坂道ではピクニックのテーブルを置くことはできません。街の外の広くてなだらかな場所でピクニックをしてみましょう。はい。わあ、何？なんで？これは何なの？影がチラチラするの気になる。しゃがむ、口笛、みんな来てくれる。かわいい。かわいいね。ルリリ。洗う。洗いたい。洗う。何？あ、やばい。見なかった。こういうこと？シャカシャカシャカ。はい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 。洗ってあげるねー。で、怖い。だー。困り顔なの。喜んでないだろう。お話。タマンチュラとお話。あー、なに？かわいいね。かわいいね。あ、みんな寝始めた。顔は洗います。羊さんのソープかわいくない？いっぱい必要な油さえも洗ってあげるわ。めっちゃ喜んでる。じゃあ、かわいい。なんだこの丸しかない。お前の体の構成しているものすべて丸だな。コライドンは？コライドンも洗ってあげようか。違う。コライドン。
はーい、洗ってあげるね。はい、上から、上からね、上から、上から洗ってくれるね。はい、あわあわあわ、上から流しましょうね。これ、炎ポケモンとか水かけて大丈夫なのかな。あ、頭は嫌なんだ。はいはい、はいはい、洗ってあげるからね。え、ポケモンによって洗ってほしくないところとかもあるんだ。何その寝方、バレリーナってそうやって寝るの。ピクニックさ、なんか、あ、出た、料理をする、料理できる。薄くスライスしたパンの上に自由に食材を乗せて美味しいサンドイッチを作ってみましょう。お友達とピクニックをしていると一緒に料理することができます。友達いないんだけど、どうしたらいい。サンドイッチ作りに必要な食材はピックは、あ、お店で買えるよとね。レシピモードでは食材は自動で決まります。すべての食材をパンの上に上手に乗せられればレシピ通りに料理完成です。食材を落としたり違うものが乗ると別の料理になってしまうので注意。食事パワー、これな。食事パワーにはタイプが設計されていて、同じタイプのポケモンだけ効果があります。なるほど、効果は食材の組み合わせで変わります。わー、これか。卵が見つかりやすくなるってなんだ。なるほどね、光るポケモンが出やすくなる、二つ名のポケモンが出やすくなる。何それ。今チーズサンド食べたいからチーズサンドにしよう。赤い旗ピック。パンは用意しなくていいんだ別に、食材さえあれば。具材を乗せよう。はい、3枚ね。結構難しい。はい、パンを乗せよう。えい、ちょっとずれてる。ピックを刺そう。えい、どう、完成。不格好ですな、なんかずれてるような気がする。いいやん、みんな食べてくれる？みんなが食べてくれるのかな？自分で食べるのか？あ、五感を共有している。よっしゃー、何が？星3つです。あ、ハート出た。なるほどな。ピクニック楽しかった。あ、ややこまって炎タイプなんじゃなかったっけ。ややこま鳥だし、虫タイプにガン刺さりなのでは。エヨカマファイヤーローだよね確か。ややこま育てるか、育ててもいいし強いのゲットしてもいいし。出た、こいつなんかわからんやつおるよな。知らないポケモン、これオラチフ。オラオラしてんの。転がってもうて。うわ怖い。あー、やっぱジムバッチないとダメだ。あー、ダメだ。残っち、お前は言うこと聞いてくれないので戻します。え、そのうちガッちゃんもあれ言うこと聞いてくれなくなる。このままレベル上げてると
レベル20から効かなくなるのかな。水の波動で耐えられるかな。うん、じゃあモンスターボール投げていきますか。おるい。あ、めっちゃキラキラしてんなあそこ。オッケー。悪だよなこの顔はな。相手に褒められないようにいつもしかめっ面をしているが、泣いている子供はその顔で笑い出す。え、おもろい枠なの。若造ポケモン。うん。あ、おー、ルリリー来た。ルリリが、色違いルリリが、色違いマリルニー。かわいいね。未だにまるで構成されている。全身の体毛は水を弾く性質を持ち、水浴びしても乾いている。え、水タイプなのに。ちょっとさ、ノコッチとエレズン言うこと聞かなさすぎだから怖やな。いや、ここも気になるよな。ややこま育てるか。これ何、これこれ何、岩、石つぶて的な何か、塩か。モンスターボールなくなってきたな。オッケー、岩塩ゲット。岩、指定の岩塩層で生まれた貴重な塩を分けてくれるため、昔は特に大事にされた。かわいい。進化したらどうなるんだろう。砂糖になるのかな。清めの塩、清らかな塩で状態異常になる。え、強っ。ゴーストタイプの技のダメージを半減させ、強くない。かけっこが好き。こんなにちっちゃいのに16キロもあんの。これ見てみるか。あ、イワンコフ。え、なんだっけこいつ、何こいつ、何、えい。そう、イワンコフまた後でね。何これ、絶対フェアリー。イラヒナ、待って、ストライクだ。しかもレベル高くない、ヒラヒナ。お、いけるやん、ナイス。お腹のヒラヒラから放射するサイコパワーで、エスパーなのこいつ。1センチだけつま先が地面から浮いている。いや、だいぶ浮いてたけどな。1センチどころじゃねえ。どんなのに進化するのか皆目見当がつかねえな。皆さん、謝らなければならないことがあります。録画が止まってました。ちょっとね、さっき確認したんですけど、結構ね進んでます。はい、ここはどこかと言いますと、ジムの前です。マップ見てもらうと分かる通り、あ、マップこれじゃねえや、これか。すでにセルクルタウンにこんにちはしておりましてですね、さっきいたのがこの辺、この辺か、多分この辺で録画が切れてしまったんだけど、まあずいーっと、まあずいーっとこっち来てですね、ここまで来ました。ここがね、お菓子屋さんらしい。もうね、私が買えるものは何もない。こいつ何なんだ、マジで。虫か？ということで、ここがジムなので入ってみましょう。あ、オリーブがいる。ウィーン。頼もう。ネモスさんいるやん。ジムに来たってことは、ジムバッジを集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。まあ、だってそうしないということ聞いてくれないし。やった、そう来なくちゃ。誘った甲斐があったよ。ジムリーダーと戦うには、
ジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。ほう。内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。私だと思って使ってね。重い。まあありがとう。3個ありがとうございます。もいもいがチャンピオンを目指してくれて本当に嬉しい。どうも。なんかこういても立ってもいられない。その辺のトレーナーに片っ端から勝負挑んでくるね。雨やで。なんだろう、なんかテストがあるらしい。ようこそセリクルジムへ。挑戦者のお名前を登録します。むむさんですね。そうです。なんか胸のとこパーンってなってるけど。当ジムリーダー楓と勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。はい。誰でも挑戦できるわけじゃないんだね。え、セルクルジムのジムテストはオリーブ転がしです。おう。オリーブの産地セルクルでは昔から豊作を願ってオリーブ収穫祭を行っています。はいはい。オリーブを模した玉を転がしてゴールまで運べばジムテストクリア。翌年は多くのオリーブが取れますよ。え祭りに参加することが条件ね。オリーブ転がし会場は町の北にありますよ。場所をマップに登録しますね。じゃあオリーブのお祭りがやってない時期に来た人はどうなってしまうの。へやこまちゃん、おはよう。虫タイプに強いポケモンで攻めて攻めて攻めまくるわ。私もそう思ってます。あ、ビビオン、この植物に。こんにちは。いや、かわいい。あんめ、すごい雨だな。あ、パタリとやみました。ブラベベ、ブラベベってポケモン鼻の色がそれぞれ違うんだって。どんな色でもいいから僕の雪ハミと交換しない？持ってない。もう残念。北ってこっちよな。なんだあれ、なんだあれ、でっかいマカロンみたいなの置いてある。あ、ゴールか。オリーブ転がし。あ、真ん中にオリーブの玉が置いてある。オリーブ転がしは巨大なオリーブ玉に体ごとぶつかって転がしていく体力勝負。いくつもの障害物を乗り越えてゴールのカゴにオリーブ玉を入れることができたらクリア。はーい、やるか。受けて妥当じゃないの。豊作を願って転がしてください、ね、いや、ジムに挑戦するために転がすんやって。ワン、転がすだけでいいの。あー、なんかそういう障害物があるのか。おーい、3、2、1、スタート。オッケー、分かった分かった。いけ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 。いや、これどっか飛んできそう。ちゃんと物理、あー、物理演算っぽい。おーい、応援して。これ、この角とかに、角とかにぶつけて、このボールどっか飛んでいくみたいなのありそう。飛んでいかへんか、これ。縦に。あー、飛んでいかないようになってるか、さすがに。どこに行きゃいいの？あれか？この人が立ってるところは行っていいのかな？えい。この先がゴールだ。行け！顔に。あ！この人！トレーナーだったの？頑張ってって応援してくれてると思ったら違うふんかい。レベル13か。まあ悪くねえ。
全然勝ってる。いいねー。あれ、パピモッチレベル20なんなかった？言うこと聞いてくれるかな。ミニーブたちも君を認めて動いてくれるぞ。あ、通してくれるの。あ、かわいいかわいい。一匹だけ遅れてたな。じゃああそこの人もそうだったってことか。これで終わりか。いやー、バグらせてー、この弾、この弾どうにかしてバグらせてー。このゲームバグ多いんでしょ。いけ、飛んでけ。ダメか、しゃあねえな。はい、これでいいんでしょ。えい、まだ、えい、ジムテストオリーブ転がしに挑戦合格。ミニーブいっぱいいる。朝になっちまったわ。うい、これでジムリーダーに挑戦ができる権利をもらえたと。なんかいっぱいいる。あ、イブいる、イブいる。えい、やっぱり普通にスポーンしてるポケモンは今持ってるタイプがテラスタイプになるっぽいな。やっぱりどっかでテラスタイプのなんかこうテラスポケモン的な、ああいう風に特殊に湧いてるポケモンで EV が出たら捕まえとくみたいなのがいいっぽいな。回復もしたことだし、ちょっとジムリーダーとこ行って挑戦していきますか。虫ポケか。まあでもややこまとガッチャンでどうにかなるやろ。大成功だったみたいですね。ジムテストクリア。当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。イエーイ。お菓子の虫、ジムリーダー楓に挑みます。戦闘も今ややこまだし。お、あー、ここね、ビビオンだ。ビビオンちゃん、たーんと召し上がれ。はいはい、ビヨンド。そんな野球みたいな応援して。あらあら、素敵なトレーナーさん。あ、シェフなの？パティシエだ。オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとうね。あら、自己紹介がまだだったかしら。あらあら、かわいい。パティスリームクロジ店長の楓です。あ、店長なんだ。あらら、今はセルクジムのシフトだったわ。いけないいけない、ジムリーダーの楓ですね。はあ、母性しか感じねえ。普段はお菓子を作ってるパティシエさんなんですよ。口に入れて幸せなお菓子も、草木に潜む虫ポケモンも、小さいけど大きな力を持っています。足をすくわれないよう踏ん張ってくださいね。ふふふ、なんか応援が独特。どこの地域もこんなんなのかな。お、チャキーン、目の色変わったんじゃない。楓が勝負を仕掛けてきた。いや、仕掛けてるのはこっちなんだよな。うわ、こいつだ、豆バッタ。あいつ何なんだ。オッケー、レベル14、勝てる。虫ポケモンなら上から叩くのみ。何、格闘技。いけ、けい。かわいいかも、あれ。ナイス、レベルもある。あ、ガッチャンなんかひらめいてる。ローキックいいやん。足技、
素早い動きで相手の足を狙って攻撃する。相手の素早さを下げる。いいや、鳴き声いらんか。そしたらたまんちら、このまま戦おう。こんなに可愛いのに進化するとあんなになっちゃうの。余裕かも。あと一匹。あんなに可愛いのに。ヒメグマ？ヒメグマってクマじゃね？ガッチャン行ってみる？いや、パモで行くか。レベルもいい感じだし。なかなかやりますね。ここからどう転がしましょうか。ふん転がしとかけてんのか。いや、クマなんよな。穴掘っていきましょう。あ、ほっぺスリスリにすればよかった。さなぎを破り強く大きく育ちましょう。お、テラサル来た。虫タイプのテラスタルだ。虫技持ってんの。おお、なんかキラキラ虫のデコレーション。甘くないもん。もう召し上がれ。虫デコレーションあんま嫌だな。なんか連続斬りなんや。連続斬りって虫か。ぬるい。あ、そうなんだ。虫タイプなんだ。いた！いた！さて、ヒメフマレベル15だよ。いい傷薬、使っとくか。ハモ頑張れ、耐えて。こっちもクリステルしてもいいよ。2回しか当たらん。ナイス。ではテラスタルで電気ショックいきますか。ヒメグマって何タイプ。氷。いけー。電気充電。ビリビリパモー。ついでに今減らしちゃえ。いいよ。いてぇ。いてぇ。なにその連続蹴り。おお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 。痛いんですけど、マジで。おお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 。逃げ。うわー、倒しきれないか。まひった。まひれ。行動すんな。くー、ダメか。あ、もうー、相手の連続斬りが強い。しかしここで、ここで、やっぱり速さ。電光石火で一気に畳みかける。いけー。ナイス。強かった。おお。曲がシームレスすぎる。ちょっと感動してる。
おお。おお。かっこいいじゃねえか BGM。私のポケモンたちみんな虫の息です。おお、めっちゃお金もらって。ちょっと感動しちゃった。はあ、ややこま。ややこま進化。火のやこまに進化した。3回進化なのか。ファイヤーアローまで。草ポケモンが潜んでいそうな草むらに火の粉をまき散らして飛び出してきたところを捕まえる。きたー。いや、早く炎技を覚えてほしいね。あ、きたー。ニトロチャージは炎をまとい相手を攻撃する力を貯めて自分の素早さを上げる。まあ、鳴き声と交換でいいか。かっこいいよ、火の矢コマ。ナイス。炎ポケモンいないんだよね。あ、パモ。え、待って、パモ、え、瀕死じゃない、あなた大丈夫、瀕死の状態で進化して干からびない。あ、パモの進化初めて見る。パモ進化。あんま変わらん。パモって進化した。かわいい。あ、格闘なんだ。やべ、読んでなかった。群れが襲われた時はうんぬんかんぬん。はい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 、 OK。 あなたの強さ、勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。ケーキみたいに言うな。私ももっと進化しないとですね。改めまして合格です。ジムリーダーに勝った証として。きた、ジムバッジ。楓特製手作りケーキも一緒にターンと召し上がる。食べたい。あ、ケーキ食べてる。セルクルジムクリア。これでポケモンが言うこと聞いてくれる。はあ、よかった。ジムバッジを一つお持ちならレベル25までのポケモンは捕まえやすく、言うことも聞きます。すごい食べっぷりだったのでデザートにわざましいもどうかしら。めっちゃくれるやん。飛びつく。なんだろう、飛びつく。相手に飛びついて攻撃する。相手の素早さを下げる。いいね。冒険の途中で手に入れたわざマシーンはわざマシーンマシーンで作れるようになりますからね。あ、なるほどね。これからあなたの進む道が甘く優しくありますように。それではまたお会いしましょう。いやー、楓さん好き。楓さんと一緒にいたい。で、楓さんの隣でずっと楓さんのお菓子食ってたいわ。ロト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 。ヤッホー、もいもい。私のポケモン面白い技覚えたよ。例えばジムの調子はどう？合格した。あは、おめでとう。もいもいなら当然だよ。やっぱりもいもい誘ってよかった。私も各地を巡って徹夜でトレーニング中なんだ。ちゃんと寝ろ。パルディア地方は広いからマップを見ながら行く場所を決めるといいよ。強くなるには寄り道するのも全然ありだからね。そういえば今頃パピーは何してるんだろう。それじゃあまたどこかで会ったら勝負しよう。うん、やったぜ。これでポケモン言うこと聞いてくれるな。よかった。さらに強いとこ行くか。あそこの上でね、戦ってたんやね。普通にお菓子食べたいな。お腹空いてきちゃった。